wow screen。おはようございます。アローズスクリーンの審査です。さて本日は岐阜県蟹市にございますラッキープラザ1010蟹店さんにやってまいりました。今回は第532話としまして、まだ次の締めまでは序盤戦というところですが、前回前々回街道日記は新潟県で連勝でき、いい流れでこの蟹実戦を迎えることができました。朝から非常に多くのお客様並ばれております。そして今日は整理券の配布ございませんので、先着入場となってます。どれぐらいの入場になるか、これから入場口に並んで開店を待ちたいと思います。それでは審査の街道日記第532話、よろしくお願いいたします。入場です。結局100番目ぐらいの入場になりましたね。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。モンキーダンス行きたいと思います。はい、結局入場の方は100番目くらいの入場になったんですが、朝一まずはリセット狙いですね。モンキーターン2から打っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回は悔しい結果に終わったこのラッキープラザ1010蟹店さんですけれども、その時も朝一勝ったのはモンキーターン2でした。さあここはザッテリー、まあ、やはりスタートは大事ですからね。ここはしっかりスタート決めて後発進といきたいところですね。街道日記は前回前々回と新潟で連勝を飾ることができてますので、まあ、どちらかというとこの7月後半戦は好調続きという感じですかね。さあ輸出モードのチャンスとなります。こう見ると朝一ゼロ回転から打ち始めているのかなと、リセットの可能性が高いのかなという気はしますね。それならハマっても500ゲーム。しかしここまず最初の優勝で決めたいですね。ラッシュを今回は開始42ゲーム、最初の全体ステージに突入となります。2段階いきました。いきなり青ではなく、ここは黄色でチャンスアップ。朝一ありそうな気配ですね。いいと思いますよ。投資の方はまだ100枚。あ、赤本も来た。これチャンスですよ。あとは大事な対戦相手です。ケノキさん以外でお願いします。あ、カコちゃんも来ました。もうここは当たっていただいたんじゃないでしょうか。はい、どうでしたんですね。そうだ、まあ、強敵道口ですけど、ここはハサミは頑張ってくれるでしょう。当たると思ってました。もらったと思ってました。残念。まだまだこれまでの唯一モード突入のタイミング、そして現在480ゲームここからの優勝モード突入となれば、もうこれはリセットモードでの本弁調と考えていいと思います。はい、もう優勝モードから SP ラッシュは目前ですね。
ダンス名、そしてここはドリカ、もしかすると、まあ、飛ばされてる可能性もちろんありますが、ここから救出モード、そして挑戦という流れになるかもしれませんね。そのまま弱ダンス目からの挑発チャレンジはありません。そして490ゲームからの救出モード、本面調であると思います。あ、黒ですかね、今決めて、MC ナス当選となりそうです。まだまだ君に先を許すと。はい、ゲーム数は510ゲームでした。リセットモードでの天井到達というところでしたね。さあ、投資はここまで800枚、まずは最初のエンジンは800枚を目指しての S クラスとなります。参ります、一発目、はい、お、アリサ出てきましたね、1セット目。テーブルにも期待しつつ、もちろんここは消化中の上乗せに期待します。しっかり乗せていかないと、仮にグランドスラムでいったとしても800枚程度で終わってしまう可能性もありますからね。ゲーム数はかなり重要です。ゲーム数上乗せは、1セット目の40ゲーム、ここはレア役1セットゲーム継続レアとなる前にラストゼロゲームできました。さあ、上乗せとなるか、ザッツェリー乗らず、ガモさんとかならですね、いいですけど、ちょっと単発はやめてほしいですよ。ここでスタートは決めれば、あ、ドリさん、まあ、エロックさんかなと思いましたけれども、どうしたらなんとかなるかもしれません。ここはスルーゴーですね。ああ、乗せなし、継続なし、1回目のスクラッシュは135枚。残念なスタートでした。1セット終了です。こうなるときついですよね、まあ、リセット内で500ゲームで当たったとはいえ、しかしここは128ゲームはきっちり回して、何もなければ移動を考えたいと思います。今日はラッキープラザ1010カニ店さん、まずは最新、前回マイナスとなったモンキーターン2から128ゲーム以内の AT 目指してという感じでしたが、結果的には500ゲームを過ぎてからの AT 当選、これでまた投資を広げて単発 AT とかだったら、もう本当に今回もかなり厳しくなりますので、一回周りの状況は見ておくべきだなと。まだ回転してそんなに時間は経ってないですから、ゲーム続きにも浅い、あるいは回っていない台もありますが、そうですね、モンキーターン2をまずやめるか続行するか、ここも決めないといけませんね。よし、ここはモンキーターン2続行したいと思います。2回目の AT まで追います、いきます。最初の AT は単発で終わり、2回目の AT まで回してなんとか
展開を作ろうと思っていましたが、820ゲームというハマりを食らってます。2回目の AT が迎えられないまま、これで2000枚で出走します。しかし次のあたりまではもう間もなく、最新分まで行けば次回天国モードが確定しますから、999ゲーム超えての SC ラッシュに期待してます。中途半端なところで当てて単発終了となればもう今回はかなり勝つのが難しくなります。しかし天国モードまで来ればまだ逆転の可能性はあると思います。さあこの辺りから演出が出てきましたが、現在843ゲーム、この後はユースモードとなります。当たる可能性はもうここから先かなり高くなると思います。総投手は2000枚を超え、演出が終わって845ゲーム、どこでしょう次の辺りは。ここでしたか、世界予告。久しぶりに世界予告見ました。まあ、この演出見れたのは嬉しいですけど、クエイクスはもう800ゲーム。ここで強炭線まで行きましたね。昭和から行けばストックする性能ありますから、当然していればエンジンの後止まったりすることになると思います。いやーこれはちょっと遠かった。1回目のエンジンが終わって865ゲームです。そして投手は2100枚と大きな投手になりました。もう単発 AT では悲しくなりません。それでは2回目の AT ラッシュに参ります。勝負どころですね。ここはさあまずは上乗せのチャンスです。1セット目はモンドロイからの10ゲーム。さあ1セット目10ゲームを乗せて50ゲームスタートとなっています。さあここでいきなりダッシュトライです。初めてポイント連続モードはありませんでしたけれども、ここで一気に4点ゲームを乗せました。1セット目の序盤まずはチャンスを作りましたね。1セット目大きなチャンスが来ましたね。これで
さん ATC 乗ってくれたら嬉しい。ボート乗りましたね。普段はなかなか上の線にも挑戦しないボートですが、ここは30の線、残りは258m です。上乗せも順調ですが、上乗せゲーム中も順調です。ルイゾロイがあればゲーム確定ですねと言っていましたが、ここはいきなり女勝ち。残りは189ゲーム、揃えばゲーム確定ですが、ダブルならさらに3桁乗ります。決めたいことはゲーム確定です。シングルゾロイでも十分ですね。ここは1セットで終わることはありません。かなりいいセット目になってます。 SP ラッシュ欲を言えば最初の演技でこれぐらいで終わって欲しかったですけどね。あれだけ出ていたダッチテリーも演技に入ってからはなかなかしてくれません。ダッチテリー以外なかなかしてなかった役員が活躍してのこの1セット目、残りはいよいよ100ゲームを切りました。強炭数です。先ほどはこの強炭数から200ゲームという大きな話がありました。さあ残りは80ゲームです。上乗せなしです。常に V ぞろいでもう継続確定してますけれども、ここダブルぞろいで3桁来い。よっしゃ、2回目の3桁の音です。これで残りが182ゲーム。いやー1セット目から来てますね。スピーラッシュ待ってました。こういう展開いけるかもしれませんよ。残りがこれでまた180ゲームで大きくなりました。このセットは一度 V ぞろいで継続決めてますから、まあ、その後のカットインを発生した時点で激アツの演出でしたね。今のはこれで結構1セット目は見応えのある演出になっていると思います。あとは結果ですね。総投手2100万ありますから、これだけのゲーム数上乗せがあってもまだ安心はできません。ただ決意出してしっかり楽しめてます。あとは連続モードですね。このセットで欲しいのは、
ここは移動してちょっと別の台で逆転を狙いにいきたいと思います。ありがとうございます。はい、モンキーターン通過がまずこちらでした。1298枚です。まあ、結構出てくれましたけど、投資が2100枚ありますので、現在マイナス802枚ですね。まあ、それほど大きなマイナスではありませんから、ちょっとここからもう一勝負したいと思います。ドリームハナハナ初めて回します。363回転からいきます。1000枚出さないと取り返せないので、まあ、ちょっと難しいところなんですが、他の地区でさらに投資を膨らませてしまうとなおきついかなというところで、ここは投資を抑えてまずは当たりを行くところを目指したいという感じで選んだハナハナシリーズですね。ドリームハナハナ、ハナハナシリーズの最新作となります。なんか今ディレクターの方からですね、お守りを預かったんですけど、クリさん突っ込ませていただきます、プレミアボット引いたらしいですね。でその時プレミアボット引いた時に持っていたお守りがこちらということで持ってきてくださいました。え、なんで今頃渡すんですか。もうちょっと早く渡してくれればいいのに。しかしこれでプレミアボット引いたお守りご利益があるかどうか、まあここはもう本当何にでも好かれたい気持ちですから、ビッグが終わって持ち込み、生まれ追加投資をして総投資が2500枚です。これレバーにちょっとお守りかけてしばらく回します。ビッグが終わってレバー251ゲームですね。クリさん力を貸してください。お守りをかけて何ゲーム後にボーナスが来るか楽しみですね。251ゲーム回したところからお守りタイム発動です。はい、これでお守りタイム終了になります。現在お守りを置いて110ゲーム消化しましたけれども、ボーナス当選はなし、どうやらご利益はなかったようです。クリさんありがとうございました。これは花々には向いてないようですね。お戻ししておきます。なんかそれ隠した瞬間当たりそうな気もしますけどね。お、やっと来ました。2回目のボーナスです。あ、まあビッグでよかったです。391ゲーム、しかし総投資は2750枚となってます。結構落ちてしまいました。お守りタイムが終わって30ゲーム後のボーナス当選ですね。これで2回のビッグボーナスが終了となります。ちょっとボーナスがもうはまってしまい投資は重なりましたが、それでも当たりがビッグで良かったです。ここはまだ行きます。本当は早めに欲しいですね。たまにはこうボーナスが終わった後ボーンと数十ゲームで次のボーナスでいわゆる離れんという感じも欲しいですけどね。あ、59ゲーム差、3回目のボーナスもビッグボーナスです。よし、これで
500枚くらい持ち込みになります。なんとかこの台で使った分くらいは入ってきました。早かった。59ゲームでしたね。1回目のボーナスが終わった後、しばらくここにお守りを置いてましたけれども、まあ、その間ボーナスいけなかったんですけど、まあ、お守りを戻してから非常にいい感じでボーナスに来てます。500枚くらい持ち込みがあればちょっと安心します。総投資は2,750枚、これでレシート分と合わせれば1800枚くらいの持ち込みになりますので、まあ、まだまだですけど、ちょっとはマイナスを狙ってます。はい、ありがとうございます。最後はあのドリームハナハナ交換枚数、こちら491枚でした。もう仕方ないですよね。はい、実践終了でございます。今日はこちらラッキープラザ1010カニ店さん、まあ、前回第516番のリベンジ2とまた同じ機種、同じ機種もう一回いきます。はい、まあ、前回大きく負けたお店でもありましたので、まあ、今回はそのリベンジ2と朝から同じ機種に行ったんですよね。モンキーターン2、そして2回目の AT までハマってしまい、一気に投資を膨らませ、しかしなんとか1000枚を超えるいい AT を消化することはできましたが、投資分には追いつかず、結果的には総投資2750枚と大きくなってしまいました。そして最終交換枚数はこちらでございます。モンキーターン2での交換が1298枚、そして、最後はドリームハナハナでの交換が491枚でしたので、合計交換枚数は1789枚となります。総投資と引きますと収支の方はマイナス961枚という結果ですね。はい、負けてしまいましたけれども、次は連敗とならないようにしっかり勝負していきたいと思います。以上、シーサの街道日記第532話でした。次回の街道日記は、絶望の中、何かの声に気づくシーサ。果たしてそれは神の救いとなるのか。次回、シーサの街道日記第533話、呼び声。次回もよろしくお願いいたします。